L.A. Guns はアメリカ合衆国出身のハードロックバンド。1980年代に流星した L.A. メタルムーブメントの末期にメジャーデビュー。ガンズローゼズラと並び、バッドボーイズ系のロックンロールスタイルで人気を博した。1983年、ロサンゼルスのクラブシーンでトレーシー・ガンズを中心に結成。一時期、アクセル・ローズも在籍していた。 1985年、エルエガンズに、そのアクセル率いるハリウッドローズが合流して、再編し、ガンズローゼズが誕生。しかしトレイシーは短期間で離脱し、前身のエルエガンズを再興する。1987年には、イングランドのバンド、ガールのボーカリストだったフィル・ルイスが加入した。メジャーデビュートレイシーとフィルのほか、ベースに元ファスタープッシーキャットのケディ・ニケルス。 ドラマーに元 WASP のスティーブ・ライリー・ラナのあるメンバーで構成されたバンドはデビュー前から注目を集めていた。その勢いのまま1988年のファーストアルバム、翌1989年のセカンドアルバムがプラチナムを獲得する。しかし1991年以降、全米のロックシーンはオルタナティブやモダン、ヘビネスな方面に向かい、 既存音楽の衰退とともにバンドも低迷し始める。1995年にはバンドの顔だったフィルが脱退。トレーシーを残しメンバーチェンジを繰り返していった。1999年、1980年代の全世紀メンバーで再結成が実現。しばらく活動するも2002年にリーダーであるトレーシーが尊敬するモトリー・クルーのニッキーシックスとともに 新バンド、ブライズ・オブ・ディストラクションを結成するために脱退。以後バンドは、フィルの主導で活動していく。分裂期 u s a ニューヨーク公演、ブライズ・オブ・ディストラクションを脱退したトレーシーは2006年、フィル率いるグループとは別枠で、自らの L.A. ガンズを結成。2つの L.A. ガンズが、チーンで活動するという複雑な様相を提示、トレーシー側が解散する2012年まで続いた。 リユニオンその後、フィル側の L.A. ガンズは活動を継続していたが、2015年にトレーシーとフィルは和解し、ライブで共演。雪解けムードの中、翌2016年に両者は合流し申請、L.A. ガンズとして再始動が決まる。2017年、トレーシーとフィルが15年ぶりに共作した通算12枚目のオリジナルアルバムを発表。 再分裂リユニオンが叶ったものの、それは、フィル個人が独断でトレーシー側に合流したプロジェクトであったため、元々のバンドで残されたスティーブ・ライリーは、エル・エガンズの正当性を主張。旧メンバーを集い、こちらも現行名で2018年より活動を再開する。そして2020年、バンド名使用権をめぐって、トレーシー側が訴訟を起こし、 また2杯に分裂した状態が再燃している2020年5月時点をオリジナルアルバム1988年エ LA ガンズ全米50位プラチナム1989年コクトローデット全米38位プラチナム1991年ハリウッドヴァンパイアズ全米42位ゴールド1994年ビシャスサークル1996年 アメリカンハードコア1999年、シュリンキングバイオレット2001年、マン・イン・ザ・ムーン2002年、ウォーキング・ザ・デッド2005年、テールズ・フロム・ザ、STRP2010 年、カバード・イン・ガンズ2012年、ハリウッド・フォーエバー2017年、ザ・ミッシング・ピース2019年、ザ・デビル・ユーノー。ありがとうございます。